お前も調査兵団でやっていくことにしたんだよな。理由は何なんだ？訓練兵団の解散式であいつが言ってたことに影響されたのか。俺はよ、マルコがトロストクで死んじまって、それで調査兵になるのが俺の今すべきことだと思ったんだ。マルコはこう言ってたよ。ジャンは強い人ではないから、弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろう。大半の人間は弱いからこそ、それと同じ目線から放たれた指示ならどんなに困難であっても切実に届くってな。まあとにかくお互い調査兵団に入っちまったんだ。これでもういつ死んでもおかしくねえぞ。臭くて返事を書いてなかったけどな。書くことにした。返事も出さずに死んじゃさすがに親不孝だろ。